ここまで内枠勢が勝ち上がる展開の準優勝戦、明日のファイナル残り椅子は2つとなりました。 SG 第71回ボートレースダービー最後の準優勝戦12レースを迎えます。対戦メンバー1号艇佐賀峰竜太、2号艇岡山茅原雄貴、3号艇佐賀山田浩二、4号艇愛知平本雅之、5号艇滋賀馬場吉也、6号艇福岡西山隆弘、以上の6名です。ややピット離れ出ていく動きは6番の西山、さあどうやら一つうちの5コースが取れそうです。一方内枠勢はピット離れほぼ互角、1コースは昨年の覇者予選1位の勝ち上がり1番の峰、1コース。さあ2コースじっくり構えて2番の貝原、そして3コース昨年のダービーは惜しくも準優敗退でした3番の山田、4コース角今年 SG3 回の椅子は4番平本、4コースの角に平本、そして1つ打ち5コース奪いました18位の勝ち上がり西山5コース。 SG 連覇がかかります5番の馬場ですが6コース回りスタートまで10秒を切ります。最後の準優勝戦進入インコースから1番2番3番4番6番5番です。スタートしました。ダッシュ勢がいいスタートになりました。しかし1コースから出ていくのは1番の峰、峰が主導権、一周1枠逃げる、一応ついてという確定ですが、ちょっと後ろの方を遅れたのは山田茅原の2人、1番の峰寄せつけません。そして内をついて4番の平本、5番の馬場、外から6番の西山と、ここは2番手の杉は3手、スタートは前提正常、2番手内から並んだ馬場、馬場が先に回る2枠、ここに4番平本が差し返す、その後ろ真ん中に6番の西山、今度は平本差しが届いてアウトコース5番の馬場と並んだ状態、さらに内から6番の西山差をつけにかかります。3手横に広がってきました。さあ内が並んできた6番の西山、西山が1枠は先に回る、ここに外から行くのは馬場、そして差し返して平本、5段差からここで西山交代、外からここで5番の馬場が前に出ました。2点シーンハンティード、4番の平本はここで3番手交代、そして3点シーンと差がついて4番手に6番の西山、2周2枠内めがけて4番の平本ですが、ここは冷静に差し返した馬場が2番手取り返します。これから最終周回、先頭逃げて圧勝は1番の峰、そして2番手5番の馬場のリードは3点シーン、アウトコースから追います4番の平本、最終1枠の旋回、馬場を追って平本はここは外を回る展開、差は詰まりません。その後ろに6番の西山4番手、後方3番山田5番手、2番の貝原は最後方追走、予選最後も1号艇峰が決めました。そして準優勝戦最後のレースも1号艇が勝って優勝戦1号艇見えてきた峰、そして2番手追走に5番の馬場、先頭は1番峰五輪、5番馬場五輪、4番平本五輪、6番西山五輪、3番山田五輪、2番茅原五輪。シリーズリーダーにふさわしいレースを見せてくださいました12レースを制した峰竜太選手の登場です。大きな拍手をもっとお迎えください。お座りください。レースを終えて感想一言お願いします。いやちょっと疲れますね、戸田は特になんかプレッシャーがやっぱいつものレースのミスの確率は高いんですよ、多分いつもレースよりも。それとを乗り越え方をずっと考える時間が長くて、なんか苦しんでました。ただシリーズリーダーにふさわしくしっかり逃げました。そうですね、こういう逃げ方が一番なんか失敗がないのかなと思って、スピードを持ってもう誰が来たとかじゃなくて自分のターンをスピードターンするだけかなと、まあ順平くんのターンを一応意識してるんですけど。なるほど、はい、スタートから見ていきます、はい、スタートタイミング1コースからコンマ10でした。全速で行きましたか。入ったと思ったんで全速で行きました。理想的な踏み込みじゃないですか。まあ、茅原くん最後掘ったんでちょっと早いんかなと思ったんですけど、一人になったんで、まあでもその分スペース取れたんで、すごい行ってますね。今日のはいい足してましたね。じゃあ今日少しちょっと外した、ちょっと漏らすんけど、こっちがいいっすね、多分ターン前に漏らしちゃうんですけど、ええ、どうしてもやっぱ応急だとこっちの方が結局船が帰ってきて刺さんない気がしますね。なるほど。ということは乗り心地を含めて今日が一番いい。そうですね、はい、乗り心地はでも3周目なんかはうんこみたいになってましたね、はい、はい、皆さん気にしないです。1周1枠勝負だと思ったんで、テレビに載ってますんで、はい、はい、
いやでもじゃあその辺を、まあ、でも3周目ぐらいになれば、はい、もうある程度ね体勢は消してるんで。そうですね、そんなにスーパーエンジンじゃないんで、どっか我慢しないとなと思って3周目の足は捨ててます。でも戸田あまり実績がそこまで目立ってない中で、はい、今回はもう序盤から雰囲気ありましたね。もうそうですね、雰囲気というよりもなんかそうですね、逆に意識しないのが良かったっていうか、なんか攻略しようと思って一応来たんですよ。戸田を嫌いだったんで、はい、言っちゃいましたね嫌いだったんで、なんか攻略したいなと思って、まあ、絶対 SG が来るわけだから、まあ、それがすごいなんかハマって、いろんな人のうまい球を見ながら勉強してたらなんかハマってた感じがあります。イメージ変わったんじゃないですか。好きになってきましたね、はい、ありがとうございます、はい、さあいよいよ明日優勝戦です。文句なしの立場で出場するということになりますけども、はいはい、ファンの皆さん最後に意気込みを一言お願いします。そして今日今村さん朝会った時にもうダービー連覇できるのお前しかいないから、絶対優勝してくれって言ってくれたんで、それを言葉を借りて、そして、戸田をもっと好きになれるように明日しっかり逃げて優勝したいと思います。応援してください。頑張ってください。では最後にカメラサインをお願いいたします。峰選手以外にも今年 SG 初優出なんです。その中でさて戸田を戸田ラブということでいただきました。峰選手最後登板いただきました。今一度大きな拍手をお願いいたします。峰竜太選手でした。はい、ということで峰竜太選手のウィナーインタビューでした。12レース競争成績ご覧の通りです。